今回は最後に、怒涛のイレギュラー発生で物語が大きく進んだ、そんな回だったんじゃないでしょうか。はい、こんにちは、トールです。アニメGOからの新規アニメ勢としての視点で、日暮らしの泣く頃に卒の10話、話をしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい。大石のね、その内心の部分とですね、裏で動いていくっていうところが綺麗につながって、たたり魂のですね、種明かし的なね、部分としてなかなか面白かったなというふうに思われました。で、それからですね、里子自身の、分裂というか、なんて言っていいかわからないですけど、魔女化による分裂みたいなね、ところがですね、描かれてですね、これがその、一つ我々が想定しなかった騙しからではわからない、裏側の事情が明かされたというね展開だと思います。ただこれ自体は種明かし的なものとはちょっと違いますよね。どちらかというとなんか最終回のための道筋が、一応引かれたということになるんじゃないでしょうか。これがまたひっくり返るにしろ何にしろ、一応ようやく最終回までの道のりが開かれたというところで大きい動きだったのかなというふうには思いました。とはいえ、試しにおいてはあまり、なんていうかこう、想定というか、ちゃんとした伏線とかが置かれてなかった要素では、ありますので、はい。このままね、最終回まで行くとも思えない感じですけど、その辺また考えていくと、いいと思います。個人的にはやはり、今回、里子が別れたことで、英和自身の、本当の目的みたいなものが見えてきたんじゃないかなというふうに思えたりはしました。赤目里子とそうじゃない里子の側で、英和が赤目里子側に明らかに、ついていたので、ここ、その赤目里子側としての視点ずっと見続けるのが本当に面白いのかっていうと、ちょっと違うと思うんですよね。だからこの辺、英和がなんで赤目里子よりやったのかなっていうのを考えると、目的見えてくるのかなというふうに思います。はい。中立だったんだけど、賄賂を送られていたみたいな、そういう展開がね、あってもいいとは思うんですけど、おそらくはないので、そんな感じです。じゃあ、ちょっとね、やっていこうと思いますが、まずは、ストーリーというか内容的には、6月17日から19日までが順当に書かれました。はい。その、これはもう完全にたたり魂の、4話と、たたり魂4と5の中盤までが書かれたっていうことなんで、結構詰め込まれていたっていうことはありますね。はい。前回ほどその同じシーンがね、重ねて描かれるようなことはなかったと。そんな感じですね。で、やっぱりね、大石主体で書いてて、大石側の見立てが面白いんですよ。つまり、あんまりその、明石編とかにおいても、それぞれのキャラクターがこういう見積もりでこう動くよねっていうことを見通して動いてたんだろうけど、その内心を語ってはくれなかったわけですね。はい。ミオにしろレナにしろ、レナは行動がね、わかりやすかったけど、レナは、レナ自身が賢いキャラクターで合理的に動いていたからね、分かりやすかったんですけど、ミオンは、あまり合理的には動いていなかったというかね、行き当たりばったり感強く動いていたように見えるんですが、大石はそこからさらに一歩進んでですね、クマちゃんの協力を得ながらですね、自分の内心も吐露していくっていう形になっていましたので、すごくよくわかるっていうね、まさにその部分では回答になってたんじゃないかなというふうに思われました。はい。前回から、この流れ自体は見えていたんですよ。だからすごい意外性とかはないんですけど、村人とね、北条家と雛見沢をね、分断させようと画策する、大石です。全然関係ないんですけどね、生ゴミの中にプラスチックがほぼ入っていないっていうところらへんに時代感を感じますけど、これ分かる人いるでしょうか。はい。いいでしょう。これ関係ないですね。はい。ともあれですね、前原さんのことをね、見張りながら考えてる様子とかですね、これはね、どう考えても前原さんがね、踊らされてるなっていうところを、ちょっと見ている部分ですね。はい。結局、大石的にはですね、村人たちと北条家の分断っていうのを明らかにして、こちら側に主導権をもらうことによってですね、はい。北条てっぺんにたたりの鉄槌をね、下しに来た実行犯を捉えることができるだろうというね、そういう見通しをね、立てていたことがね、よくわかるですよ。うん。ここがいいですね。はい。ここがすごくいいんですよ。で、個人的に思うところがですね、結構大石が首をかいてたりするんですよ。これが、結構危険信号だからこそね、発症する人が首をかく描写って騙し編においてはなかったんですけど、大石さんは別に自覚がないからこそですね、首を結構かいてるわけですよ。で、首をかいてる場面のですね、リカちゃん何してたかっていうとですね、村長に詰め寄ってってですね、リカちゃんそこちょっと後ろを向いてくれたらまだ分かったかもしれないというか、その大石の異常に気づけたかもしれないんだけど、いやー、村長の方にね、掴みかかっているリカちゃんですよね。なんか、これ勝ったなって言ってる場合じゃないんですよ。後ろで、大石が首をかいてましたからね。はい。いや、これ絶対栄誉さん爆笑してたらなと、個人的には思う部分になりますね。はい。ともあれ、まあ、大石周りのね、大石の目線で書かれたのが非常に、面白かったですね。はい、虐待がない村と、北条家の対立っていうのを仕立て上げてですね、祟り実行犯を捕まえようってね、そのためには他がどうなっても知ったこっちゃない手段を選ばないっていうところです。今回、その大石が今年で定年であることが新規アニメ勢的には初めて明かされたっていうね、構成になってて、それで結構執着してたのかなというふうには思いますね。はい、これまでもですね、そのザキ家にね、結構そのタッチしていって、ミオンはすごく嫌そうな顔をしていたところもですね、結構つながってくる部分ではありますね。はい。そしてですね、まあ、過去描写というか、祟り魂縁に書かれていたもの関係で、いろいろとつながっていくのがまさにいいですね。一番いいのはやっぱり、圭一の言動を見ていた大石の見立てですね。はい。お手並み拝見と行きましょうかとかですね、なかなかやりますね、みたいなセリフがあるんですけど、これが、まあ、その、ね、ひなみざわたちの手駒として優秀だよねっていう意味でのなかなかやりますねだったとね、黒い意味でのね、褒めていたというね、そういう構造になっています。はい。まあそれからですね、まあそんな、これは多分僕が勝手に思ってるだけだと思うんですけど、相談所の人がですね、行った時にですね、野菜炒めが置いてあってですね、この野菜炒めね、はい。これね、緑色のもの何かっていうとね、これね、ピーマンっぽく見えるんですけどね、ピーマンじゃないんですよね、これ。炒めてる時の描写を見たらよくわかるんですけど、これね、キャベツの影を緑色で塗ってるんですよね。これ下ら辺見たらわかると思うんですけど、はい。つまりですね、やっぱり里子はピーマンは、自分で食べる分の野菜炒めには、ピーマンはね入れないというね、そういう描写ですので、おそらくそんなやり取りをですね、圭一に野菜炒め作ってあげた時にしてですね、で祟り明かし絵において圭一がですね、なんかピーマンはね、譲ってやろうみたいなね、そんな感じのじゃれ合いをしてたのやなとつながるとですね、非常に一貫性がある里子だとね、思われました。はい、まあここ納得してるの僕だけかもしれないんですけど、それからまあ一番大きいのは里子がなんで着替えていたんだろうっていうのがやっぱりちゃんとね、回収されました。で、この辺は考察されてた方も多くて、僕もそんな感じのことを、なんか13話後ぐらいの動画に言ってたような気がしますね。はい。血まみれになっていて、部屋も汚れていたからこそ里子は着替えたんだと。で、着替えたままでですね、理科に呼んでこられて、刑事たちと合流したっていうところが綺麗に繋がった部分だと思いますね。はい。さすがにもうぐちゃぐちゃになってましたからね。はい。で、ここの部分からやっぱりね、この後の展開も想像できるっていうところで、考察が楽しい要素なんじゃないでしょうか。それから、まあ、分裂した里子もですね、これどう取るかなんですよね。悪逆非道を尽くしてきた里子さんが突然改心したわけではないというのはわかるんだけど、ただ、今回の祟り明かし編において、ようやくなんか里子自身が思うところあるよっていうような描写がちょいちょい出てきたわけですよ。その、鉄平自身の愛情をですね、鉄平からの愛情を感じて、何か思うところあるよっていうね、ノリノリで殺人劇ができなくなっていた里子になってるんですけど、でも、その、普通にこれが里子で突然ね、分裂したって考えるんだったら、それまでノリノリだった里子もちょっとよくわかんなくなるわけですよね。総合的に見ると自分は、なんていうか、この里子自身もなんかもともとこっちがメインの里子にすでになってたような感じが、してはいます。まあ後で話そうかなとは思うんですけど、そもそも、新規アニメ勢としては里子がどういうキャラクターなのかってわかんないんですよ、あんまり。本来の里子がどういうキャラクターかっていうのが、中学校の素の里子をその新規アニメ勢が見てるのって中学校高校の里子の姿でしかないので、はい、基本的にはロールプレイをしている里子しか見ていないので、この辺はちょっと新規アニメ勢としてはね、本来の里子の自我はどこにあったのかとか、どこからどこまでが里子だったのかっていうところは、ちょっとわからない部分にはなってきます、話をしようかなと思いますが、それよりもですね、個人的にはね、そうなのって思ってびっくりしたのが、そのかけらの中でプレイしてる最中も、こっちの、なんていうか、エイワーのいる世界に戻ってこれるところですよね。あれ、そうだったんだってね。で、そうなると、やっぱり、ワタアカシ編において、なんかわざわざリスクがあるのに、そのリカちゃんの死についてですね、直接ミオのところに行ったっていうのはね、ちょっと不自然な感じにはなってくるわけですよ。はい。だからね、やっぱりね、これはね、ワタアカシ編が浮いてるっていう表現なのかなと、ミオンに注釈するくだりもちょっとなんか説明がなかったですし、やっぱワタアカシ編が浮いてるって表現なのかなとは思いましたね。うん。で、あとですね、このかけら世界に戻ってこれるんやとすると、若干たたり明かしになってから、大石がこうやってきたりしたんだけど、行き当たりばったりに里子が動いているように見えて、この一旦かけらの世界に戻ることによってですね、状況確認とかができるんやとすると、まあ、大石に対する行き当たりばったりっぽく見える行動っていうのも、まあ、辻褄が合うのかなと、そんな感じのことを思いましたね。はい。この辺もまあ、世界観をどう見るかに、寄ってくるんだとは思うんですけど、はい。あとですね、自分はやっぱりエウアの目的みたいなのがちょっとちらっと見えたなと、勝手には思った部分ですね。はい。なんというか、エウアは魔女側につくかどうかっていう、そういう話なんですけど、エウアにとって、この赤里子を見てるのが面白いから、そのね、なんか元里子はどうよっていうようなね、スタンスではあったんですけど、本当かなと思って、なんか、どちらかというと、本当に退屈を紛らわせてほしいんだったら、そのやりながら逃げられへんっていうところに苦悩して、で、葛藤する里子を見るんじゃないかなと思って、明らかにこの赤目里子側に、魔女里子側に肩入れしてるエイワさんは別の目的がありそうだなと思ったんで、こっちはちょっと考えていけそうな気がしますね。はい。とはいえ、関連作品はチェックしてないんでね、深いとこまではいけませんが。演出としてはね、こう、なんか世界が割れるみたいなね、この演出なかなか良かったですね。面白かったと思います。で、まあ、この後の展開ですよね。つまり、作品全体のね、動きとしては、おそらくエウアと魔女里子が悪役側に回って、それを、まあ、里子を救い出す的な流れになるんだなっていうところが作品全体のね、まあ、基本的な流れとしてようやく見えたわけですよ。落としどころがようやく見えたわけですよね。はい。視聴者はとりあえずは、その、どんでん返しがあるにしろ、そこから目標が変わるにしろ、そこを目指して見ていくことができるようになったということになります。まあ、その構成的に3クール目なんでだいぶ遅いかなとは思うんですけど、そこがまあ示されたこと自体は素直に楽しんでいく上では、大事だったんじゃないかなと思いましたね。はい。まあ、葛藤する里子たちでですね、まあ、赤目じゃない方の里子がどうなってしまったのかは、よくわからないんですけど、この辺はね、十分に追っていく余地の、ある部分だと思いました。はい。個人的にはこのちょっとね、その葛藤、なんか表と裏が戦いながらガニ股になってる里子ちょっと面白かったんですけどね。はい。まあ、エヴァのね、目的もそうなんですけど、まあ、その、ここに映っていた、ちょっと後ろ側にちょっと映っていたものも、なんかこれ、天秤かなんかのあれかなと思うんですけど、ちょっとなんか不思議ですよね、これ映ってたもの。後ろの方見えますかね、これ。後ろになんか映ってるんですね。はい。この辺もなんかこう、説明できる方がいたら教えていただければというふうに思いますが、そんなわけですね、まあ、今後の展開については、ちょっと期待してというか楽しみに見ていける部分にはなっていると思いますが、ともあれですね、まあまあ考察が、はかどる要素にはなってきます。作品全体というよりは、この、その後において何が起きたのかっていうのを考察するのが、とりあえずね、楽しい部分にはなってきますね。はい。そんなわけですね、まあ、次回、たたり明かし後の展開についてもちょっと話をしてみたいと思います。ポイントとしてはですね、謎の部分に関してはですね、まあ、圭一が見た鉄平何やったのってことですね。これはどういうことかっていうと、その、圭一が、鉄平を見てるわけですよ。でも、もう鉄平死んでるんですよね。はい。鉄平はもうすでに死んでいて、まあ、銃で撃たれてますからね、さすがにここから、起き上がったらすごいですけど、死んでるんだけど、でも、圭一は鉄平を見てるわけですよね。たたり騙し編においては。はい。殴りかかっていました。で、これが、まあ、3つぐらいあるのかなとは思うんですけど、まあ、なんか、赤く光っていたので、ね、赤く光ってるのがエウガに操られてるというね、そういう見方ができるんやとすると、これがまあ鉄平がねエウガに操られて体が動いていたのかなというふうに思わなくはないんですけど、でもね頭打ち抜かれてるんですよね、その生死の方においては、だからそれはかなり薄いラインなのかなと思って、だとすると実際に鉄平の殺死体が動いていたわけではなさそうな感じがしていますよね。はい、でも確かに圭一を殴った人はいると。誰かが衝撃をね、圭一に加えたんだと。そこから圭一が見てるものが幻覚だったとしてもですね、はい、誰かが圭一に攻撃を加えたことは確かそうな感じがしていますよね。鉄平なのか里子なのか大石なのかという、そういう部分で考察ができるっていうところだと思います。ただ、これがたたり魂編における圭一が電気つけようとした時の電気なんですけど、今回ものすごくその血つきまくってたので、はい。里子が鉄平の死体をボコボコにする時にですね、めちゃくちゃ血がついていたので、まあ、全部が真実ではなさそうな感じがしますし、また別のかけらである可能性もね、記憶が混ざってる可能性もありますので、いろんな解釈できるとは思うんですけど、まあ、個人的にこれ何として、取るのがいいのかなっていうふうに思うと、まあ、自分はその圭一を攻撃したのは里子派かなと思います。赤目里子が圭一に対して多分躊躇しないんですよ、赤目里子は、魔女里子はね、でもう完全にその元の里子がいなくなってしまってて、まあ、赤目里子の独壇場になってるんやとすると、圭一のことは本当に駒としてか考えていないっていうところになってくるので、おそらく圭一を殴ったのは里子なのかなとは思いますね。はい、これ何かっていうと、今回のたたり魂編においては、里子は、トラップをですね、頭上トラップを使ってないんですよ。なだれてくるようなトラップは使ってるんですけど、例えば鬼魂編の時においてはですね、上から降ってくるトラップを使ってるんですけど、たたり魂編の時にはですね、こう壁面が流れてくるみたいな、そういうトラップしか使ってなくて、つまり頭上を注意しなきゃいけないよっていうような警戒心をですね、こう抱かせるようなトラップは使ってないんですよね。で、そんなわけで自分は驚いていたのはある意味レギュラーがあったのかもしれないんだけど、圭一に衝撃を食らわせたのは里子のシャンデリアトラップなのかなというふうには思いますね。はい、電気つけようとしたら、何かが降ってきて圭一は、ダメージを受けたと、そして圭一は過去の記憶をフラッシュバックしたと。実際圭一がこのたたり魂においては、フラッシュバックして鉄平をボコボコにしてるっていうね、記憶が残っていますので、そのフラッシュバックがあって、鉄平の死体を攻撃してしまったのかというふうにも思いますし、それを聞いて駆けつけた大石を鉄平と勘違いしてですね、殴りつけてしまったのかっていうところが分かりますね。はい、でですね、大石がなんでリカちゃんを疑う流れになったのかっていうと、まず大石自身がですね、鉄平にですね、まあ鉄平と勘違いして、まあ、圭一がね、大石に殴りかかってですね、まあ、ダメージを受けてたんやとするとですね、大石はびっくりするわけですよ。なんで圭一がって、つまりたたりの実行犯が来るはずだったのに、圭一が来て圭一が襲ってると。おかしい。ここまででですね、その雛見沢の住民でその怪しいやつなんて来なかったはずなのにとなると思うんですけど、大石目線でもしその見張ってたんやとすると、雛見沢を見張ってたんやとするとですね、もう一人来てるんですよね、こちらの北条家には。理香が、里子を迎えに来てるわけですよ。で、ここで、まあ、つながるわけですよね。せっかくたたりの実行犯が鉄平をね、襲ってくれると思って待ってたのに、本当に操られていた圭一が何かを真に受けて、まあ、鉄平を殺してしまった流れというのは、これではたたりの実行犯を捕まえることはできないと。全然関係ない圭一さんを捕まえなければいけない流れになって、完全にこう一杯食わされた形になるわけですよ、大石的には。で、じゃあたたりの実行犯何だったんだっていうための動線を作ろうとすると、やはり里子が何か吹き込んだのと、実際にこの日北条家に訪れたのは、実行犯である鉄平と、そして、古出理香だけだったっていうふうに考えると、まあ理香ちゃんを怪しむ、疑う理由には十分なりますよね。はい、特にまあ鉄平の死亡推定時間が、その要するに鉄平平が今圭一に殺されたわけじゃないっていうところまでが見えたんだとすると、鉄平はすでに死んでいたことになりですね、つまりそうなるとやはり古出理香が犯人なのかと思う部分にはなってきますので、はいこの辺もまあ大石の流れとしては自然になっていますね。個人的にはじゃあ銃声は聞こえなかったのかっていうふうに思うんですけど、そう銃声が聞こえて大石が入り込んできたら、若干その筋書きは変わってたはずなんですけど、聞こえてなかったっていうのはおそらく里子が、大石が警備に来る時間をある程度把握してたっていうことなのか、かけら世界から映画の世界にですね戻ってきた時に、確認していたのかもしれませんが、その辺の動向がねわからない部分になりますね。そして、ここだけは本当にわからないのは、さよなら22の意味がどうつながってくるかですね。つまり、今回の話をそのまま取ってみるんやとすると、ここに出ている里子っていうのは、魔女里子なわけでですね、別に圭一に対して何か干渉を持ってはいないと思うんですけどね。でも何か意味ありげなセリフでですね、圭一に、持っておいてほしいものがあるんですってね、受け取ってほしいものがあるんですっていうことを言っていたのは、ここは本当に謎要素です。はいなぜならですね、新規アニメ勢としてはですね、サトシがなんかよくわかんないからですね、はいただ「さよなら22」って言って去っていった里子はシーンは見ているので、ここがまあ言ったら、表に見えているハッピーエンドルート、魔女里子をやっつけてエウアの野望をくじいて理香と里子が元の世界に戻ってくれる、おそらく普通に通常で見てたら見えてるハッピーエンドルートが、何かこうねもう何かこう仕掛けがねある時にこの22が回収されるのかなというふうには思いましたね。はいこの辺はやっぱりね新規としてはわからないんでね、皆さんの感想とか考察も教えていただければと思います。それからですね、次回の展開はいいんですけど、次回以降の展開もね見ていきたいと思いますが、つまり、里子の目的が変わってるんですよね、本当にね。なんか、理香と一緒のためというよりは、これは、世界を翻弄しながら、自分でも言ってたんですけど、私は、北条里子でもあり、魔女でもあると、言っていたわけですね。はい。魔女が何かは分からないんですけど、時間を繰り返しているってね、自由自在に時間をね行き来するものとしてね言っていましたので、ここがなぜこんなことになってるのかっていう、里子の目的明らかに変わっとるやないけっていうね、そういうところではあります。魔女については分からないんですけど、この場合は時間を繰り返すしながらですね、とにかく何らかのですね、目的を果たそうとしている存在っていうね、部分になります。人間たちを完全に駒のようにね、操って翻弄する存在を魔女と、していいのかなと思いました。で、そんな中で分裂した里子をどう取るかっていうふうに取ると、自分は、エウアに会ってしまった、エウアと契約してしまった時点で、もうちょっとエウアのね、意思みたいなものがね、入り込んでいたんじゃないかなというふうには思っていますね。はい。そして、エウアの意思が入り込んだ、魔女里子がですね、普通に行動してたんだけど、鉄平の愛情を知ることによってですね、本来の里子が目覚めてしまったというか、つまり、後天的にこっちの里子が出てきたようなね、印象で自分は思っていますね。はい。実際にこう分裂したっていうのがどういう意味合いになってくるのか、この里子がどうなるのかっていうのが、普通に興味ある部分ではあるんですけど、ここでちょっとね見ておきたいのは理香自身も赤目になるっていう点ですよね。はい。レッドアイズブラックリカちゃんが一番最初に出てきたわけですから、この赤目状態もじゃあ魔女になりつつある状態なのかなっていうふうに思うと、これを考えると、つまりエウアの目的他にもあるのかなと思えてきますよね。今回言ってましたね、里子のことを残りがみたいなもんって言われてましたね。で、これって羽生が自分で言ってたんですね。私は羽生の残りがに過ぎませんと。前回理香が指摘したようにですね、前々回かな、あうあう言わないのねって言ってたので、あうあう言わない、羽生の残りが、っていうものが、要するにここにね、理香ちゃんに干渉してるんやとすると、理香もまたある意味魔女化しつつある、部分だと思います。そこを踏まえてエウアの目的を考えると、やっぱりねエウアさんね退屈を紛らわしたいんじゃなくて、これ、羽生にとどめを刺したいんかなというふうに自分は見えていますね。なんていうか、この後の展開として何が起きるかはちょっとね、わからないんですけど、明らかにリカちゃんいじめて喜んでるんですよ、エウワさんね。なんかね、そう、猫のことをちょっとバカにするような発言も多いし、で、リカちゃんに対してもかなりきつめに当たってるのがエイワさんなんだと考えると、おそらく、羽生は羽生で、リカを媒体として、魔女としてこう、確定性しようと思ってて、で、エウワはエウワで、サトコを魔女として覚醒させることによって、なんか自分のより城みたいにしてしようとしてるというかね、そういう目論みが感じられるわけですね。はい。なので、自分はエウワのかけらが羽生なのかなみたいな感じのことを思ってたんですけど、かけらというよりは、かけらという言い方がややこしいですね。はい。一部が、羽生と思ってたんですけど、もうこのエウワの、相対する存在として羽生がいて、で、その残りが頑張ってくれてるっていうね、そんな感じの構造なのかなと思いまして、エウワは、つまり完全に理科を屈服させて、羽生を消滅させたいのかなというふうに見えていますね。はい。そんな感じのことを思ってはいるんですけど、ある意味そうしてくると、エウワさんがね、明らかにどちらかに肩入れすると、万能の存在が、片方に力入れすぎるとバランスかなり悪くなると思うんですよ、物語としては。何でもありになってしまいますしね。例えば今回のその鉄平のね、幻想何だったのかも、エウワが見せていたみたいな、尺上の音がね、聞こえていたりしますので、エウワが操っていた、見せていたみたいな感じになってくると、ちょっと万能感がありすぎますので、そういう意味では、裏側の、つまりエウワと同じぐらい力を持ってる羽生っていうものがいるんじゃないのって思って、エウワはそれを打倒するために、理科を屈服させて、サトコをより城のためのね、魔女として覚醒させようとしてるんじゃないのというふうに思った方がいいのかなと思ったりはしていますね。どうか分かりませんけど。で、今後の展開のね、見ていく部分としてはですね、理科を耕したところはですね、明らかにおかしいだろうというふうに思う部分になってくるんですが、これがやっぱ赤目理科がした、赤目聡子がしたっていう、そういうことなんでしょうかね。はい。赤目聡子だったとしたら、なんか本当に聡子が言ってるっぽい演技もね、しっかりできていたっていうところなんで、もう元の聡子はいなくなってしまったのかっていうね、部分になってきます。あと、猫だましの、ラストでですね、理科に銃を向けた聡子もですね、なんていうか、完全に魔女化してしまってるというか、本当にコマとしてしか考えてないんやとすると、あの時点まで行くと、聡子は理科に対して躊躇してなかったもおかしくないんですよね。だから、躊躇せず、理科の、この理科ダメかって言って、売ってしまう聡子もいたのかもしれませんよね。なんか、理科に会えない世界に飛ばされたんだったら飛ばされたとして、その世界でもまた何回も何回も繰り返せばいいみたいな感じで、とにかく繰り返しながら惨劇を起こしていってるね、厄災みたいな存在にこう、なり果てつつありますので、猫だましへの最後で銃を向けた描写っていうのも、あれが完全に魔女の聡子なんやとすると、そんなに違和感はないのかもしれませんね。はい。あとはですね、流れとして、王道流れというか、そのまま真正面から受け取るとするとですね、普通に考えるとすると、鬼狩りの竜王がこの魔女聡子を、やっつけて、その後ろにいたエイワも、まとめて封印みたいな感じになって、惨劇から逃れました的な、そういうルートに見えなくはないんですけど、いやー、そんな風に行くかなって、もうちょっとひねってきそうな気はしなくはないですね。はい。ともあれですね、自分的には、エウワの、反対、なんていうんですよね、対立するというか、対象となる存在、そんな感じのですね、羽生がいるんじゃないかなというふうには思いましたね。はい。そんな感じで、羽生の影がね、見えないところがすごくね、不気味にはなってきますが、この辺やっぱり、いろんな方がね、考察するんじゃないかなというところで、皆さんのね、考えとかも教えていただければというふうに思います。はい。そんな感じで本編では以上です。お付き合いありがとうございました。こんな感じでですね、ずっとね、アニメの感想を言わせていただいてるんですけど、そろそろこう、さとこの過去とかさとしとかエウワとかだんだん自分があんまり見えてなかったところがね、こう主軸に切り替わってきてるんでね、はい、まああくまでも感想という感じで、楽しんでもらうのかなと思います。でまあコメントとかもねありがとうございます。ならまあ自分が一応ね新規視聴者の目線で、見ていますので、そのコメントをねいただいてねチェックはするんですけどね、ちゃんと受け止められないところもありますので、その辺、まあ留意していただけるとありがたいです。まあでコメントであった運命をね、打ち破る男鉄平っていうコメントとかもあってですね、結構鉄平のね、こと、まあそろそろ鉄平いいわって思ってた人もねいたみたいですけど、なんだかんだで鉄平が愛されキャラであるような話も、あって、実際そのさとこが最初の希望通りに物語を運んでいたんだけど、やはり強い鉄平の愛情によってですね、分離することになったっていうふうに考えると、今回のことがまあ、ハッピーエンドに向かうんだとすると、圭一ではなくね、運命を打ち破る男は鉄平だったということにね、まさになってしまうなというふうには思いますね。はい。それからまあ睡眠薬や頓服薬の説明などもありがとうございました。はい。この時代感のあるね、薬などはですね、睡眠薬も結構ね、きつめに効く薬がね、処方されてたりするっていう時代感良かったと思います。はい。田舎のね、住みづらさみたいなところのコメントもありましたね。この辺をリアルに出してくるのが、日暮なんですよね。あと、古地さとこの可能性も一応ね、いろんな可能性が残されたから残ってるよっていうようなコメントもありがとうございました。なんかパチンコとかスマホゲームとかでは、そういった可能性がね、ルートがあったかもしれないような手がかりが残されてるみたいなコメントがありました。あと、旧作視聴に関して、いろいろアドバイスいただきありがとうございました。めちゃくちゃたくさんいろいろね、教えていただき助かりました。そんなわけですね、一応、鬼隠し編を見てみて、その視聴動画っていうのを出してますので、概要欄にね、リンク載せておこうかと思いますし、まあ、再生リストとかですね、シリーズとしてつなげてはいますので、そちらからチェックしていただければですね、一応、僕が鬼明石編までを見た、状態の視点で、鬼隠し編を見たっていうところの感想と考察を、語っていますので、興味のある方はそちらもお付き合いいただければというふうに思います。ただ、まあ、この動画に関しては、つまり、ゴー卒の動画に関しては、アニメ新規視聴の視点としてずっとね、出していこうかなと、最後までいこうと思ってますので、鬼隠しのことを喋ってる僕はですね、まあ、もういないと思ってもらってもいいかもしれませんね。はい。まあ、続きのシリーズで出すんやったら、またそっちはそっちで分岐するんで、言ったらこれも分裂ですね。はい。赤目の遠山徹とですね、普通の目の遠山徹でですね、分かれて、動画を出していくことになってくると思います。最後どちらかがね、死ぬのかそれとも一つになるのかね、わからないというところになってきます。はい、そんなわけで、ご視聴ありがとうございました。今回はですね、たたり明石編のその4についてお話をさせていただきました。はい。まあね、だいぶわからないところはあるんだけど、繋がっていくところがね、しっかり綺麗に繋がっていますので、なかなかにね、回答編というかね、種明かしが楽しかった部分にはなってきます。ただ、まあここでさとこがね、なんか別れてしまった部分をどう取るのかっていうのは、まあ考察もそうだし、作品としてキャラクターをどう見るのかっていうところのね、部分もそうですので、皆さんのねご意見も教えていただければ嬉しいかなというふうに思います。でこの辺がやっぱ特にね新規アニメ勢としてはさとこがどんな子なのかっていう、少なくとも小学校の時のさとこがどんな子やったのかっていうのがねちょっとやっぱりね描かれてないんでわからないんですよ。ロールプレイはされてたんですけど、そんなわけなのでまあこの辺のね、その感触とかもまた皆さんと、分かち合えたら嬉しいかなというふうに思っています。はい。ともあれ次回がおそらくたたり魂編ね、たたり明石編最後だと思いますので、どう転がっていくのか、特に赤目さとこが完全に支配した、ね、世界として今後進んでいくんやったら、まあ確かに、猫魂編納得いきますよね。そう。そのさとこがリカをめちゃくちゃいじめ倒すような描写で作られてたんですけど、これやっぱりそのエウワ自身の目論みとしてリカの心を追って羽生を消滅させようと思ってたんやとするとですね、もうとにかくリカを攻め続けるっていう構造はまあ納得がいく部分ですよね。はい、そんな感じになってますので、今後どうなっていくのかを追っていきたいと思います。まあでもなんとなくでもこれなんかコメントとかでは15話で終わるって言われてるんですけど、終わらなさそうですよね。僕だけですかね。はい。なんか普通にまたさらっと続きそうな気がするんですけど、どうなんでしょうね。はい。では、今回はこの辺にしておこうと思います。また次回ありましたらよろしくお願いします。失礼します。